帝国10時になりました。スカの先端までお願いします。ちょっと浅かったですね。あ、これでも森下さん気使ってますよね。若干当たらないように。あ、なるほどなるほど。もっと深いですよね。いつもはもうもっとね、90度はいきますね。ここでも気遣いを。なるほど。これが、ね、森下流。森下流ですね。おヤグラっぽい。どうでしょう、どうでしょう。おおおおおお、ヤグラヤグラっぽいな。拍手が出ました、会場には。あ、これはがっぷりね、四つになりそうで。あ、これは今日長いです。あ、いいです。あ、これ一番見たかった戦型じゃないですか。そうですね。ね、これでしょ。これ空気読むんですね、やっぱりコンピューターもね。そう、コンピューターも空気まで読むんだね。そっか、あ、いい将棋になりますね、これはね。はい、ね、ここどうしますかね、森下さんね。指しますか、ギリギリまで。いや、最後の6四角まで指すんじゃないですか。後手1二玉。いや、早いですね、最後は。しかしこれは棋譜としては非常にレベルの高い棋譜ですね。そうですね、なかなかこれ面白い配置ですもんね、駒の配置がね。はい、いや、矢倉でお互いにねじり合ったっていうのがね、よくわかる。森下さんになってますね。陣地の駒全部なくなっちゃいましたね。本当だ、左がないですね。ないんですよ。はい、矢倉がね、総力戦だっていうことがよくわかる。まあ、総力戦なんですけど、珍しい図面ですね、割と。こんなに大きい駒がいないのは珍しいですね。終局しました。135手をもちまして筒香の勝ちとなりました。